今日は、中型ザックについて、今度は大型ザック、主には、テント泊、生活道具を持って、山を歩き回るような装備を詰め込むザックという説明にいきましょう。大きさは、一般的に言うのは、よく言うのは50リッター。これ48リッターですけど、50リッター、だいたいこれぐらいの大きさから、85リッターですね。まあ長期の、バックパッキングなんかに使われるタイプ、大きさが微妙に違ってきます。もちろん泊数によっても違うし、いかに、季節によっても違ってくる。まあ、例えばこれが一人用のテントです。まあ二人までは寝れば、これにこれがまあ大体0度ぐらいまで対応できる寝袋、こういうものを詰め込んで、いかにこういうものを小さくすることによってザックは小さくなる。どんどんまあ、この辺が、ザック50リッターから85リッター、まあ上には100リッター120リッターっていうのがあるんですけど、それの辺の差になってきます。国内の1週間ぐらいの、タイプとしてはやはり75リッターぐらいが使いやすい大きさかもしれません。もちろん50リッターぐらいで現代の技術、新しい道具をすればこれぐらいでも、3日4日の、テント泊は可能ですが、かなり慣れを要します。出したり入れたり出したり入れたりして、で狭いテントの中で荷物を整理してさっとパッキングできるっていうのは結構経験がいるんで、それを思うと少し昨日の話ではないんですけど、少し大きめにしてやって、放り込めて、あとはこういうふうにして締め込んで、荷物を固定するっていうタイプがおそらく皆さんには楽だと思います。あとは背面のタイプになります。最近流行なのはやっぱり大型ザックでも軽量化の波っていうのが、来てまして、従来はね大型ザック、3キロ以上は当たり前、3キロ4キロ5キロ近いのは当たり前という感じでしたが、だいたい今のザックは、3キロ未満っていうのが主流になってます。で各メーカーやはり荷物がテントなんか背負いますとやっぱり15キロオーバーします。15キロオーバーして30キロオーバー、まあ、40キロとかそういう荷物なんですけど、それに耐えれるようなハーネス、ヒップハーネスもそうですけど、あとストラップ類も丈夫になってきます。プラスチックの強度も格段に上がってきます。でそこはやっぱり、実は有名メーカーの方が信頼が高いと思いますので、選ぶ時の目安にしていただければいいかなと思います。セッティングについては実は今までやったザックとそう変わりはありません。まずサイズを選びます。 SML とサイズがありますし、もう一つはさらに微調整、ここはショルダーハーネスを2段階に分けれますね。これは M 寸なんですけど、さらにショルダーをつける位置を変えることができます。そしてこちらのラックもそうですが、マジックテープによってこういうふうに微調整ができます。サイズがあって、さらに、個人に合わせた微調整というのが大型ザックの特徴になってきます。まあ、ここのザックのいいところはまた肩幅の調整っていうのが非常にフリーなんですよね。縫い付けてないのでこういうふうに、自由に動くんで、非常に背負いやすいという評判の高いモデルになります。セッティングの見本をまたしましょう。
実際には重い荷物なので皆さん担ぎ方としては必ず膝に乗せてもらってで手を入れてゆっくりと立ち上がります。大型ザックの場合はそういう立ち上がり方なんですけど、まあセッティング自体は一緒、何回もしつこいようですけど腰をまず最初に決めてやる。特に大型ザックの場合はかなりの荷重になるんで肩だけでは非常に不安定になります。こういうふうに、まあ男性の場合だと腰ベルトと一緒です。女性の場合だったら少しもうちょっと上寄りになります。要はこの荷物のお尻が、自分のお尻とあんまり干渉しないように高さにします。で、その位置にしたらやはりショルダーストラップを引っ張ります。後ろに向いて引っ張って肩にフィットさせていってずり上がる直前で止めてやる。で、その次にスタビライザー、いつも言うように強く引きすぎない、軽くここにテンションがかかるぐらい、軽くテンションがかかるぐらいでちょうどいいです。ここが丸く肩に丸く、フィットするような感じが大事になります。そしてチェストストラップを装着します。まあ、大体鎖骨から大体まあ3センチ、4センチ、5センチぐらい下が楽かもしれませんね。ここも締めすぎない。とにかくストラップを、セッティングするときに一気に一つを締めすぎない。全体のバランスこうやってここまでセットしたらもう一度確認します。そうですね。それで歩き始める。もうここまでの、大型ザックになるとほぼ 90% 以上は何らかのフレームが入ってます。これは軽量化のためにフレームはちょっと分かりやすいですね。この網の部分の中に入ってます。そして、こちらのモデル、ここにも入ってますがこれを見てもらえばここにも入ってます。もちろんこのフレームはこういうふうに取り出すことができます。でさらに、この R を、まあ、うちの店ではお客様の、背中に合わせた角度に曲げ直します。それによってさらに高いフィット感を求める、これぐらいの大型ザックになると荷物が重量が増えてくるんでやっぱり疲労度に直結してきます。いかに自分の体に合わすかっていうのが非常に重要になってきますので、こういう細かい、まあひどい時はフレーム切ったりする時もありますけど、そういうセッティングのノウハウというのが重要になってきます。ちなみにこちらのメーカーでは今言ったこう取り外し式のこういう、ヒップベルトがあるんですけど、これ自体を熱にかけて、しばらく置いて柔らかくして腰に、お客様の腰に巻きつけて腰の形を取るという、ことでさらなるフィット感を求めて、作り上げようとするモデルもありますので、店頭の方に来ていただければ、どのタイプがお客様に合うか、一緒に相談しながら選んでいくことができるのでぜひお尋ねください。